商業無常だわ。カスだわ。クズだわ。そこまで言うことないだろう。俺は長トロが部長に負けてるとは全く思わないし、部長には部長の、長トロには長トロの魅力ってものが。ほらほら、どうよ、リアル童貞がこう言ってんだぞ。俺は長トロが描きたいんだ。いつものありのままの長トロを。なんで私なんですか。一番魅力的だから。聞こえなかったっすけど。さあせん、もっかいいいっすか、おっきな声で。帰りましょう先輩。こっちも絡め手を使うの。あんまり変なことしなくても、これは俺と長トロの問題なんだし。私の絵に見る者の心を動かす力がなかったということだ。そんなことないです。俺、部長みたいな絵にどうやったら近づけるか、何描いたらいいか悩んでて、でもだから気づけたんです。俺が心から描きたいのは長トロなんだって。いい絵だな。そして何より愛がだって。体の横を伸ばしますよ。それまたゆっくりやって。なに、余ったれたこと言ってんすか。かもしれないっすね、元先輩。まあ退屈はしないかもな、長トロとなら。じゃあ私こっちなんで。 Thank you.